山形側から撮影鶴岡本線料金所。山形側から撮影鶴岡インターチェンジは、山形県鶴岡市小与度川にある、山形自動車道のインターチェンジである。鶴岡本線料金所を併設する。鶴岡市外及び道志藤島町域などの、最寄りインターチェンジ。隣の庄内朝日インターチェンジと、庄内空港インターチェンジに、料金所が設置されていないため、本線上に、 本線料金所が設置されている。坂田方面は、鶴岡 IC 日本海東北自動車道、庄内空港インターチェンジの料金。山形方面は、鶴岡 IC 庄内朝日インターチェンジの料金を、支払う。坂田方向から流出する車で現金支払いの、場合は、自動生産機で生産する。隣の鶴岡 JCT は、日本海東北自動車道、 厚見温泉方面と山形自動車道、湯戸の山方面は接続されていない、ハーフジャンクションであり、湯戸の山方面から、日本海東北道、新潟方面へ向かう場合は東 IC で一旦、高速道路から流出し、国道7号経由で、鶴岡西インターチェンジから流入することになる。なお危険物積載車両の場合は、厚み温泉インターチェンジ、鶴岡西インターチェンジ、 間に通行禁止の厚みトンネルがあるため、東 IC で高速道路走行を終え、国道7号をそのまま走行することとなる。大型のショッピングセンターや新興住宅地が広がる。入口出口鶴岡本線料金所に関するカテゴリー。ありがとうございます。